エールの部屋へようこそ。この番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上サポートしてきた僕がメルマガ読者さんの悩みや質問に答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりました。脳汁太郎さんですね。はい、脳汁連チャン中でございます。お世話になります。鹿児島合宿の動画を見ていてふと思ったんですが、仮に鹿児島合宿に参加した場合、鹿児島に来るのは初めてだし何もわからないので吉谷さんに全てお任せしますとした場合、どんなスケジュールになる感じでしょうか。イメージ的に知りたいなと思ったら得しました。よろしく。まあ基本なんだろう、全員僕にお任せですけどね。僕が全てほぼアテンドしてるので、ただまあアテンドしながら、要は車でまあ移動していろいろアテンドしてるので、その中でコンサルするし、まあその一緒に寝泊まりもするので、まあ合間合間コンサルするし、あとはあのホワイトボードを使った感じでやる場合もあるんですけど、それはまああの時間、この時間やろうみたいな感じで、な感じですかね。だからスケジュールはどんな感じになるのか、まあ自由ですね。まあ、希望があればすぐやるし、例えばホワイトボードですぐやってほしいってことだったらすぐやるだろうし、まあでももうアテンド、鹿児島のアテンドしながらもう濃くね。だから昔僕ドライブコンサル、まあこれ本人も多分書いたか、本人も多分僕の出版してる情報商材完全バイブルの本にも書きましたけど、昔ドライブコンサルってやってたんですよ。でドライブしながらコンサルしますよっていう、20万で、はい、20万でやってました。これ本人も書いてありますけど、GTR にでドライブしながらこうコンサルしますよっていう。でその時はドライブコンサルはあそこ行ってましたね。海ほたる行ってましたね。そう、海ほたるでバーブワーって飛ばして、海ほたるブワー行って、海ほたるの、海ほたるに今あるかどうなんだ、スタバあるか今は行ってないんでちょっとわかんないですけど、海ほたるにスタバあるんですよ、あったんですよ。まあ今もあると思うんですけど、でその海ほたる行ってスタバでコンサルしたりとか、まあ海ほたるが多かったな、あのスタバが。もう車じゃないと海ほたるって絶対行けないよな。そうそう、はい。だスケジュールどんな感じ。まあ自由にやってますけど。あとはあの起床も自由ですね。ただ次の日結構遠出するってなった場合は、例えば宗谷岬ですよ、宗谷岬じゃないよ、鹿児島のあの最南端、鹿児島最南端、あそこです。最南端が佐多岬だ。佐多岬は結構2時間ちょいかかるんですよ、佐多岬行く場合は。でだから往復4時間超えるわけですよね。なので佐多岬行くってなった場合は朝ちょっと早く出たりとかしますね、行くんだったら。片道2時間ちょいかかるんで。でも結構ね、佐多岬ね、本当にあの、僕が鹿児島で独立した時は佐多岬って、まだあんま整備され、まあ今はすごい綺麗になって整備されたんですけど、昔はその整備されてないんですよ。まあすごい綺麗なんですよね、今佐多岬のところがすごく。だからそこ結構行ったりとかしますね、佐多岬。そう。あとは、佐多岬の道中でいろいろまたスポットがあるんで、そこ行ったりとかしますけど。あとは、あそこっすかね、あそこ、その、指宿の方か、指宿の方のあそこも、あやさんこの前来た時行ったの、指宿の方に、あれがあるんですよ。ネッシーが出た、あそこも結構綺麗なんですよ、池があって。あそこ、なんだっけな。結構最近もお気に入りなんですけど、開門岳がよく見えるところがあって、竜宮神社っていうのがあるんですよ。竜宮神社。そう、ここか、竜宮神社から、開門岳っていうね、
まあ、鹿児島って桜島が、まあ、一番あれなんですけど、その開聞岳っていうその山も結構綺麗なんですよ。で、この竜宮神社から開聞岳すごい綺麗に見えるんですけど、ここ行ったりとかもしますね。こっちは逆なんですけど。で、この前そのあやさんと行った時にめちゃめちゃ絶景があって、この竜宮神社行った後に、どこだったかな。ここね、ほんとめちゃくちゃ綺麗でした。僕ね、たまたま寄って、まあ、行ったことなかったんですけど、たまたま寄って超綺麗だったんですけど、そう。まあ、インスタのストーリー、インスタにちょっとね、アップしましたけど、この、竜宮神社から、竜宮神社から、どこだっけな。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。どこだっけな、ちょっとね、名前出てこないな。まあ、車で走れば出てきます。車で走れば記憶は出てくるんですけど、名前なんだっけな。池田湖もいいですね。その池田湖からの、池田湖からの、いいですね。あ、この長崎鼻か。この竜宮神社長崎鼻ってとこがあるんですけど、開聞岳があって、この池田湖でしょ？ここら辺だと思うんですけどね、めちゃめちゃ綺麗なところあったんですよ。なんか、ビューが。そこの、まあでもね、上がるまで結構大変です。結構階段があって、階段がありまして、大変なんですけど。どこだっけな。ちょっとすいません。どこだかは、出てこないっす。でもめちゃめちゃ綺麗だった。そう。名前どこだっけな。またでもあそこは行きたいっすね。ただ、歩いて行かないといけないんで、結構ちょっと大変なんですけど。まあ、あとね、知覧特攻隊のね、知覧の、あそこもまあ、すごいいいですけどね。はい。まあ、ということで、鹿児島遊びに来ていただければ、いろいろとやりますよ。いろいろと。鹿児島合宿来ていただければ。またね、まあ、鹿児島合宿募集してもいいと思うんですけどね。まあ、コロナ、もう大丈夫、いいでしょう。でもまたなんかコロナまたなんか増えてるっぽいんですけど、まあ、もうさすがにっていうところもあるじゃないですか。だからまあコロナ3年以上近くあってね。まあそういう鹿児島学宿前やってたんですけど、もう募集してなかったんですけどね。ただね、まあちょっとね、僕、この放送9月か。9月。またちょっとね、僕、村上さんと一緒にお仕事するので、それも忙しくなるんで、ちょっと無理、今年は無理だな。まあ脳汁太郎さんもね。もうこれ9月後半かな、放送日が。まあ多分もしかしたらもうの、あの、村上さんとの対談が公開されてるかもしれないですけど。いやー、村上さんとね、こうお仕事できるようで、ちょっと楽しみなんですけどね。そう。はい。まあということで。まあ今年はちょっと難しいかもしれないですけど。まあ来年生きてんのかな？まあ生きてたいですね。まあでももうやっていかないといろいろやんないともうできなくなっちゃうんで、鹿児島合宿はね、また一般募集ちょっとしたいなとは思ってるんで。そう。やっぱね、鹿児島合宿やってて思ったのが、思ったと言われたのが、本当に鹿児島本当にいいんですよ。で、やっぱ鹿児島はこんないいんですねっていう、やっぱ体験してもらった、まあいろいろ僕アテンドするのですごい。で、景色もすごい綺麗なところを僕ね、いろいろ知ってますから、やっぱすごいなんか感動していただけるので、まあ僕も鹿児島感動したから来たっていうのもありますからね。あと鹿児島本当いいんですよ。いいしか言ってないと思いますけど。そう。いや、鹿児島はね、マジで一回来ていただきたいですし、
まあ、とは言ってもね、なかなか来ないとは思いますけどね、トモシル太郎さん。まあまあまあ、このあと10年圏内だったらあり得るかもしれないですね。10年スパンで見たら。いや、吉田さん、さすがにもう僕も年で、吉田さんも年で、もう言っとかないとっていうところで、もう人生の宿題というかね。さすがに一回はちょっと行こうと思うんで、みたいなね。まあ、この直近数年ではまあないでしょうね。まあ、あるかどうかわかんないですけど。まあ、僕自身も募集するかわかんないし。うん、でも来年は募集したいですね。うん、まあ、ちょっとスケジュールだったりとか、まあ、スケジュールもちょっと僕も調整しないといけない部分もあるので、はい。まあ、タイミングが合えばっていう感じでしょうかね。はい。はい、ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。